まで行かれん。それでは。メディアの触れない悪をガツンと告発していきます。本日のお題はズバリ、はい、これ。皆さんこの顔に見覚えありますよね。そう、先日ハワイで撮影された桐生一馬です。ですが今回の動画が撮影されたのは日本の某県、つまり桐生一馬は帰国していたんです。その目的はというと、彼らです。こちらはかつて存在した巨大ヤクザ組織、東条会の会長堂島大吾。そしてこっちは同じ東条会で幹部だった真島五郎と冴島大我。いずれも伝説の極道と呼ばれた大物たちです。古参の視聴者の中には見覚えがある人もいるんじゃないでしょうか。そう、かつて当チャンネルで報じた蒼天堀の警備会社、あの運営メンバーなんですよ。元極道らによる悪質な警備会社だったんですが、当チャンネルで取り上げたことをきっかけに解散。その後消息不明となっていた運営役員らはこんな場所に潜んでいたんです。では何のために桐生一馬は彼らの潜伏先を訪ねたのでしょうか。本日は決死の覚悟でこのビデオを撮影した投稿者をお招きしています。あ、どうもこんにちは。早速ですが、投稿者さんはどういう経緯で今回のビデオを撮られたんですか。自分トラック運転手やってるんやわ。ほんで昨日ヒッチハイクの男を乗せつんたんやって、ほん時はそれが桐生一馬とは知らんかったんやけど、俺人を見る目だけはあるんやわ。この男はどうも怪しいな思って、降ろした後に後つけたんやって。そして後をつけていった先で今回のビデオを撮影したと。桐生一馬と東条会の元幹部らはこの小屋で一体何を話してたのでしょうか。俺が聞こえた話じゃ、あいつらヤクザの復帰とか東条会の復活とか喋ってての。ヤクザの復帰、聞きましたか皆さん。つまり桐生一馬と元幹部らは東条会を復活させようとしてるってことですよね。水面下でヤクザ復活が動いてるって、これって超ヤバくないですか。この動画はいつ上がったんだ。今朝早くに、すぐにトレンド1位に上がってテレビでも報じ始めてます。千歳の声ではないよな。ええ、春日からの連絡によるとちーちゃんは完全に英二と手を切ったって話です。だから即席の代役でしょう。そのことに気づいてる熱心なファンもいるけど、それはごく一部。このチャンネルはもう数字が数字を呼んで膨れ上がってる状態だ。与えられたものが本物かどうかなんて大概の人にとっちゃ関係ねえ。ドワイトのやつが前にそんなことを言ってたな。地味な真実より派手な嘘に人は飛びつくか。それよりも今考えなきゃいけないことは、第二次大解散をどうやって海老名の手から取り戻すかだ。大吾たちの手を借りるのは難しいだろう。あ、ちょっと待ってください。その動画まだ続きがあるんすよ。
そこで気になることが告げられてて、うん、いや今日の告発はかなりショッキングでしたね。この件に関しては続報が入り次第お伝えしたいと思います。で次回の動画に関してなんですが、なんと今夜ライブ配信を行います。前にゲストで来てくれた清流会の海老名さんと沢城さん覚えてますか？彼らが今夜うちのチャンネルで重大な発表を行いたいとオファーが来たんです。東京にある清流会支部にお邪魔して生配信しますのでお見逃しなく。海老名と沢城か。それも今夜か。そんなに時間はないね。生配信ってことはそこにあの二人がいるってことだよね。配信する以上エイジもいるはずだよな。東京の清流会支部、元東上会本部か。行かねえ手はねえな。どちらまで行かれますか？それでは出発いた。誰もいねえな。野獣までごった返してるかと思ったのによ。まあ言うてヤクザだからね。画面越しならともかく事務所前に堂々と出張ろうとはそうそう思わないんじゃない？確かにな。その辺俺たちは感覚がずれてるかもな。そろそろ放送の始まる時間だな。誰からだ？部下からだ。なんだこんな時に。私だ。どうした？あ、うん、そうか。あ、わかった。服役中の清流会会長高部が何者かに刺された。何ですって？高部が？容体は？意識不明の重体だ。はあ、このタイミングはできすぎだよね。ああ、エビなど仕業に違いない。これでいよいよ清流会は奴のやりたい放題だ。この配信で何かとんでもないことを言い出すつもりだぞ。放送が始まった。チャンネル史上でもちょっと類を見ないんじゃないかという歴史的な瞬間をお届けすることになるかもしれません。告知の通り、今日本有数の極道組織清流会さんの東京支部にお邪魔しております。そして組織のトップであるお二方、海老名正隆氏と沢城上司のお二人から重大な発表があるとのことです。おい、すげえ注目っぷりだな。練習、何言い出すつもりだ？では、準備できたようなので登場していただきましょう。よろしくお願いします。本日はお時間をいただきありがとうございます。清流会の海老名と申します。同じく清流会の沢城です。こちらのチャンネルにご協力いただき、本日このような場を設けましたのは他でもありません。東上会が水面下で復興を計画しているとの報道を受けて不安を感じておられる方々も多いことでしょう。そんな今、横浜清流会の立場をはっきりとさせていただきたいからです。清流会は彼ら東上会の復活に断固として反対します。それは同じ極道として商売敵が増えることへの懸念ですか？いえ、違います。確かに現時点で清流会は極道組織です。それにここ最近は組員を増やしております。しかしそれらは全て解散のための布石です。解散？もう4年にな
になりますが、日本の二大極道組織である東条会と近江連合が同時に解散宣言を行ったことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。しかしその結果、元極道が社会にあふれ治安は悪化、挙句の果てに元東条会幹部は組の再結成を企てる始末です。はっきり申し上げて、あの同時解散は失敗でした。極道に携わる者として歴史的汚点と言うべきだと考えます。大解散を主導した堂島大吾、渡瀬勝、そして荒川真澄、この3名は日本を混乱に陥れ、元極道者たちの人生をいたずらに狂わせた戦犯であると私は断じます。海老名に話し合わせなきゃいけないんだろうけど、どういう心境で言ってんのかね。荒川さんの意思を命がけで継ごうとしてるのにさ。案外本心かもしれねえ。え、当時沢城は大解散のことを知らされていなかった。蚊帳の外だったんだ。自分に相談してくれりゃもっとうまくやれたって気持ちはどこかにあるのかもな。歪んじゃいるが、こいつの荒川への忠義は春日に負けちゃいねえよ。めんどくせえやつだなこいつも。そこで私とこの沢城は、現存する極道組織の中では最大規模である横浜青龍会の責務を全うすべく、真の極道解体を実現する計画を進めてきました。それはどういう内容なのでしょうか。現在の日本では元坊五年上皇が足かせとなり、極道から足を洗った先に待っているのは事実上社会からの村八分、要は見殺しです。前回の解散はそのことをまるで考えていませんでした。そこで私は解散後の組員を一人残らず社会復帰させるための支援プログラムを構築しました。それこそが第二次大解散、真の意味での極道の解体です。このプロジェクトは日本政府にもご協力いただけるよう現在折衝を進めております。政府ですか。それはまた壮大な話ですが、なぜ政府が関わってくるかをご説明しましょう。それはこのプロジェクトが日本の抱えるもう一つの課題も同時に解決するからです。その課題とは核廃棄物の処理問題です。原子力発電所からは日々大量の核廃棄物が排出されていますが、日本には処理場がありません。ひたすら廃棄物を溜め込んでいるのが現状です。しかし我々はこれらの廃棄物を引き受けて処理してくれる場所を見つけました。それがハワイの宗教団体パレカナです。長年事前事業や環境問題に取り組んできたパレカナは、核廃棄物にも対応できる処理場を独自に所有しています。辛抱強い交渉の末、パレカナは日本の低濃度廃棄物の処理を引き受けてくれることになりました。そして解散後の青龍会組員を処理場の職員として雇用していただくことも確約済みです。核廃棄物の処理に加えて元坊の社会復帰問題まで解決ですか。いやー、確かにこれは重大発表ですね。ええ、ただ本日このような場を設けていただいたのは、何よりも我々青龍会の誠意をお伝えするためです。ただいま申し上げた計画が机上の空論でないことを示すためには、まず皆様方の前で最初のアクションを起こすべきだと考えました。最初のアクションとは？
他でもありません。本日ただいまをもって横浜青龍会は解散いたします。え、解散準備を進めているというお話でしたが、今やっちゃうんですか？はい。そして我々は明日から新たな組織 NPO 法人として生まれ変わります。組織の名はブリーチジャパンです。ブリーチジャパン、何言ってんだよこいつ。亡霊が蘇ったってことなのかな。というわけでした。プロジェクトが実現したら日本にとっても大きな転換点になるんじゃないでしょうか。では本日の配信は以上で、続報をお楽しみに。何あいつ、綺麗事並べて。まだ中にいるはずだ。出てくるの待つ？いや、ここから出てくるとは限らない。こっちから伺おうとしよう。やっぱそうなるよな。よっしゃ、行こうぜ。なんだ。ほう、これはこれは。東道会復活を企てている桐生さんじゃないですか。自分たちの大解散が失敗したからって俺らを邪魔しないでくださいよ。海老名と沢城に用がある。道を開けろ。未だに自分の置かれた状況が分かってないようだな。それともてめえの無様を世間にさらしてえのか。でかい口は目の前で叩け。電話で啖呵だ。無様なのはお前の方だ。おい、やれ。なめてんと痛い目見るぞ。さて始めよう。やるか。手加減はなしだ。やるか。出番が来たな。やろうぜ。こっち見ろや。なんだ。目障りだ。見さらせ。ごちそうだ。残さず喰らえ。来やがれ。やりますか。やりづらいね。さて、調子出てきた。私の番よ。手加減はなしだ。やるか。おれおれ、どうした。やるのか。頑張りますか。楽しませてやる。ほら、もうギブアップ。ほら来いよ。目覚まるだ。必殺ごちそうだ。残さず喰らえ。
出てきたぜ。
定してやる。見さらせ。よっこらせ。乾杯。おいおい。やる。どうした？やりますか。出てきたぞ。加減しねえぞ。きれいさっぱり目立っちゃおうかな。さっさと来い。しのげるかな。もうギブアップ？脇が甘いな。ソーラー、くれてやる。はじけ飛べ。頑張りますか。見さらせ。よっこらせ。乾杯。乾杯。手加減はなしだ。寝てるわ。あっあっあっ、しびれ感知した。調子がいいぞ。私仕留める。隙を見た。ダウンと出ますよ。さて食らいなよ。えっ、せっ。度胸だけは買ってやるよ。まだ強くなれる。悪くない。人生これ成長。まだ強くなれる。またいい男になっちゃった。見とれない。いい感じ。正面から入るのは無理そうだね。こっちだ。裏から回り込むぞ。こっから先は一本道だ。逃げ場もね。腹くくれよお前ら。上等。蹴散らしてやりましょう。
いい調子だな。なんか文句あんこか？頭かち割るぞ。かかってきやがる。私の番だ。調子出てきたぜ。逃がしゃしねえぜ。出番が来たな。だけど出た。来やがれ。よし。俺の番。おい、おら。やるか。手加減はなしだ。協力しちゃう。頑張りますか。遊んでいる。もう吠えるね。やりますか。やるのかよ。私に番。調子出てきたぜ。相手にならねえな。大人の渋みが出てきたぜ。始末具にあげてやるよ。さて、始めよう。やるか。手加減はなしだ。逃がしゃしねえぜ。こぼえろか。よそ見すんな。頑張りますか。相手してやる。見さらせ。ごちそうだ。残さずくらえ。よし、さっさと来い。もうギブアップ。死ねと。俺の番。くらいなよ。私の番だ。相手してやる。調子出てきたぞ。出番が来たな。必殺。よっこらせ。乾杯。乾杯。やりますか。さっさと来い。しのげるかな。やめたよ。脇が甘いな。ガラス。覚悟できてる。もうギブアップ。頑張りますか。相手してやる。ほら来い。そらよ。ありがとう。手加減はなしだ。俺の番。くらいなよ。
私の番よ。仕留める。出番が来たな。見さらせ。調子出てきたぞ。叩き、よく吠えるね。逃がしゃしねなしだ。楽しませて。もう気づくちが気楽しかしないと立て直さないと。よく吠えるね。治療する。俺の番。さっさと来い。くらいなよ。まだ強くなれるとはな。素直に喜んでおくか。格が上がったね。見とれないでよね。悪くねえな。こりゃうめえ。悪くねえな。うん、これはうまい。いけるじゃねえか。お、うまっ。うん、悪くないね。調子いいぜ。開けてみるか。やったぜ。
邪魔だってね。さあ行くぜ。遊んであげるよ。私の番。忘れよ。頑張りますか。やろうぜ。相手してやろうよ。よく吠えるね。見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。来るか。こっち見ろ。調子出てきたぜ。俺の番。さっさとやるか。やるか。ほら、そらだ。手加減はなしだ。来ないのか。出番が来たな。ほっ。やりますか。行く。やれ。よし勝負。人生これ成長ってな。んざってめえ。すぐ倒れんじゃねえぞ。楽しませてもらうよ。力の差を見せてやる。どうした。ほらほら、ほらほら、もうギブアップ。本気出せよ。頑張りますか。やんのか。あ、そう。さっさと来い。必殺。ごちそうだ。残さず食らえ。調子出てきたぞ。ビリビリしてる。よく吠えるね。くたばれ。行くぞ。ん？俺の番。来ないのか。行こう。相手してやる。で、ビビってんのか。調子がいいぞ、私は。覚悟できてる。もう終わった。出番が来たな。本気出せよ。手加減はなしだ。くたばれ。くたばれ。やりますか。感知した。力の差を見せて。消えろ。頑張りますか。状況だけは変わりくない気分。またいい男になっちゃった。
見てんだよ。無事に帰れると思うよ。後悔するなよ。やるか。調子出てきたぞ。よそ見すんな。来いよ、こっち見ろよ。寝てるな。終わりだ。死ね。やりますか。ほらほら。死ねえ。私の番。ああ、吐きた。手加減はなしだ。俺の番。開けてみるか。開いた。おお。うん。この辺りには敵の気配がないな。沢城たちはおそらくこの先だ。用心して進むぞ。フルスは堪能できましたかね、キリュウさん。楢崎、じっくり目に焼き付けておいてくださいよ。これが見納めになるかもしれねえんだから。言葉の意味が分かんねえな。てめえみたいな小物に取らせてやるほど、この首安くねえつもりだぜ。その減らず口、二度と叩けなくしてやるよ。おう、てめえら、堂島の竜の首取ってこいや。おう、やる。力の差を見せてやる。来るか。ほら、ほらほら、さっさと来い。もうギブアップ。出番が来たな。必殺、ごちそうだ。残さず食らえ。調子出てきたぜ。やりますか。
しのげるかな。たぶん調子がいいぞ、私は。頑張りますか。手加減はなしだ。俺の番くらいなよ。力の差を見せてやる。脇が甘いな。隙を見せる。もうおい、あれ出せ。よこせ。なんちゅうもん持ち出してきやがんだ、あの野郎。こいつを好き放題でしょ。つけがなってねえ。出番が来たな。調子出てきた。やりますか、しのげるかな。手加減はなしだ。よく吠えるね。あのでっかい刀、あれをまともに受けるのはちょっと気が引けちゃうね。やるか。どうした、さっさと来い。仕留める。しつけの時間。頑張りますか。来い。そんなもんか。覚悟できてる。もうギブアップ。見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。調子出てきたぞ。こうやってくれ。
の差を見せてやる。ああ、相手してやる。来やがれ。こいつを食らうという。さっさ出番が来たな。やろうか。来ないでしょ。必殺ごちそうだ。残さず食らえ。手加減はなしだ。もうギブアップ。コンディションはバッチリだ。やりますか。やるのかよ。しのげるかな。ここで調子がいいぞ。私は脇が甘いな。相手してやる。調子出てきたぞ。もうギブアップ。おれんねの時間や。また呼ぶぜ。頑張りますか。よく見さらせ。よっこらせ。乾杯。乾杯。待ってくれ。力の差を見せてやる。やっ、俺の番。とっととかかってこいよ。ほれほれ、さっさと来い。遊んでやるか。どんなもんか。はい。では。調子がいいぞ、私は。仕留める。おら、仕留める。手加減はなしだ。やったろうぜ。楽しませてやる。もうギブアップ。逃がしゃしねえぜ。寝てるわ。どうや。出番が来たな。必殺。やりますか。くらいなよ。せい。そら。感知した。やるか。とっととかかってこいよ。脇が甘いな。調子出てきたぞ。覚悟できてる。よく吠えるね。さて終わらせる。どこのことうざってんだよ。見さらせ。一息つこうや。乾杯。乾杯。俺の番。さあ、こんなもんか。さっさと来い。しのげるかな。来ない。力の差を見せてやる。何
楽しませてやる。行こう。もうギブアップ仕留める。手加減はなしだ。私も狙うか。寝てるわ。せい。出番が来たな。えい。勝負あったら絶好調。まだ強くなれるだろうね。大人の渋み。人生これ成長。まだまだ強。素直に喜んで。格が上がったね。いい感じ。見とれないでよね。くそ、逃げた後か。バカが。エビナさんも沢城さんも花からここにはいねえよ。さっきの配信はライブじゃなく録画だったんだよ。お前らはここにおびき出されたんだ。ついでに始末できればそれでよし。もし仕留め損ねても、うん、それはまあ外に出ればわかる。霧流、もうお前に安住の地はねえぞ。沢城たちがいないんなら長いは無用。行きましょう。ああだね。さすがに死んじゃいねえよな。これ全部キリュウがやったってことなのか。なんだあいつら、ここがどこか分かってんのかよ。野次馬にマスコミもいるのか。片木が堂々とあの門をまたぐとはな。あ、キリュウだ。じゃあやっぱこれキリュウがやったのか。すげえ、清流会が解散計画出した途端殴り込みかよ。イカれてんぜ。おー、清流さん、こっち向け。ちょっと、ごめん、こっち向いてください。